はい、どうも、お疲れ様です。FX オリギュラリー日の皆様。今回はですね、第40週の木算を立てていこうと思います。えー、占っていこうっていうとね、また占いみたいに思われちゃうんで、木産を立てていくっていう方にさせてもらいました。えー、それじゃあね、40週。これはね、10月の2日から始まって、6日で終わる1週間ですけども、どのようにね、なっていくのか、まずは材料から押さえていきましょう。えー、っと、10月の、 ですね、はい香港中国は休場ということですかでえっと製造業の業況判断が8時50分にありますねこれはどういうことかっていうと前回ちょっとね覚えてらっしゃるかもしれませんけどもあの金利が上がると設備投資っていうのをねしなくなるんですよ企業は金利が高いからですんで えー、製造業の業況判断っていうのに影響してくるよってこと、まあ、ちょっとね頭の隅に残ってると思いますけどもその数字の発表ですからでかいんですよでもあれから金利が拡大したっていうことはすごく限定的で、まあ、基本的には金融緩和を継続つまりは低金利でお金を貸すからどんどん設備投資してくださいっていう形なんでここはねうんあのどちらかというと円安に触れる要因の方が大きいのかなっていうふうに見ますね うん、実際どうなるか分かりませんよ。だから月曜日の朝はこの巨大材料がどのように影響するかしっかり観察してくださいってことになります。ひいては10月の最初の,あの営業日ですから FX の。ですので1日中観察するっていうぐらいがちょうどいいです。で、ついでに申し上げますと私がですね東京から広島への移動日なんで、えー、相場解説できませんので私からのお動画更新が月曜日はね非常に少ないです。滞ってます。1日中ないかもしれません。 ですんで、ご自身で判断してやってください。えー、観察の月曜日でいいと思いますけどもね。はい、その他材料は、夜のアメリカぐらいですかね。ISM の製造、まあだからこう製造業のね、業況指数が出るということです。あとパウエルの発言もまたあるね、24時に。うん、だから火曜日の朝も、 こういったアメリカの深夜の材料がどう影響するかってことをね、見ていくところが必要でしょう。それに応じて、えっ、ー、と、オーストラリアの政策金利も影響を及ぼしますんでね。もしかしたら火曜日のお昼に、またね、イレギュラーがあるかもしれません。まあこれはもう気にしてもしょうがないんで、日米の材料だけで判断していきましょう。その他何もないですね。 でですので月曜日は慎重に火曜日はまあ普通にテクニカルって感じですじゃあ水曜日はってことですけどもいろんな発表があった後のニュージーランドですからまたこれもね二次的に影響があるかもしれませんけどももう割り切ってこれも我々には関係ないと思っていくしかないですもうね材料全部をね気にしていればそれはそれで判断がね行ったり来たりするんですよだから限定的な材料に絞り込んで私たちは4対6以上の勝率を取っていけばいいってことになりますからね で、水曜日の夜21時15分ですけども、ADP 雇用統計がありますね、うん。これも大きく影響すると思います。で、木曜日も結局朝、深夜のアメリカのこの材料がどう影響するかを見ながら、日本からの,あの発表というのはあんまりないですからね、えー。だんだんテクニカルに寄せていって、えー、まあ、午前中のうちにエントリーポイントが見つかればいいかなっていうところですか。はい。そして次、金曜日です。うん、結局ね、 あの、そんなにね、ぎったんばったんするような材料がないまんま金曜日に来るってことです。午前中は様子を見て午後から仕掛けていく。もしくは午前中にエントリーポイントが見つかればいいよね、みたいな基本的な一日の過ごし方っていうのが10月の1週目。つまり40週目の全体的なスタンスになりますね。で、金曜日の夜はこういうのがありますね。雇用統計。ねえ。金曜日の夜はあります。まあ、この時間にポジションを持っている方はいないと思いますけども、 金曜日の夜は、まあ、暴れてると思いますので、私たちはもうすでに枕を高くして寝ていればいいってことになります。金曜日は夕方にはもうね、ポジションを外しておきましょうってことです。ですね、40週目ってのはこうやって見てみると、あの、本当にオーソドックスな日々の過ごし方ってことになりますので、えっ、ー、と、9月のね、39週目とか38週目、結構翻弄されましたけども、そんなにひどいことにはならないと思いますよ。 はいえー、お気軽にというかちょっと多少リラックスして、えー、1週間目を過ごしてくださいってことになります。